岡山県瀬戸内市。年間100万人の客がここに。お盆のこの日、開店前にはおよそ800人が詰めかけ、店が開くとご覧のにぎわいです。子供も大人も夢中。そのお目当ては駄菓子です。ないものがないから、なんかそうですね、だから来ますね岡山に。大きくてびっくりしました。想像以上。この駄菓子店、広さはテニスコート10面分に相当する常識破りのスケール。その名も日本一の駄菓子売り場。女の子が見つけたのは、お餅風のお菓子、さくらんぼ味が有名ですが、エナジードリンク味に焦がし生キャラメル味まで、この店では複数のメーカーから10種類以上を仕入れています。品揃えはおよそ5000商品に上り、見慣れないお菓子も数多く並んでいます。売り場を作った社長に聞いてみると、駄菓子メーカーの人は全部入れてる。もう売れるとか売れない関係ない、もう全部全部選ぶのは子供。時にはこんな格好で。駄菓子おじさんです、駄菓子おじさん。大人目線でいくと子供は全然喜ばないからね。こう同じこう目線にならないと。だから売り場の棚は幼児の目線でもお菓子が見えるこの低さ。自分で選んでカゴに入れれば、ちょっぴり大人気分です。さらにお菓子には今どき珍しい値札シールが。商品一つ一つに貼るのは大変な手間ですが、子どもたちが自分で値段を計算できるようあえてそうしています。日本一の駄菓子売り場は、食品卸の大町が倉庫の一角で始めた小売りがルーツ。子どもたちの要望に応えて品揃えを増やし続けていたら、全国から客が集まり、今や会社の売り上げの半分以上を占める事業の柱に。12期連続の黒字を達成しています。きちんと儲けを出す秘訣は、うちはディスカウントじゃないから、もうメーカーさんの言い値で買ってるから、ほんとはみんな利益出るじゃないですか。駄菓子メーカーの希望する価格で仕入れ、定価で販売。仕入れ先の利益も確保する狙いです。1個10円からの商売ですが、平均客単価はおよそ3000円。中には2万5000円仕方がないです、はい、子供の笑顔には帰れません。楽しさという付加価値を生み、安売りには頼らない商売。意識するのは駄菓子の未来です。駄菓子を手掛ける中小メーカーは、価格や納期など流通大手の要求に応じられず、事業継続を断念するケースも少なくありません。そんな中、商品の魅力発信をはじめ、業界全体を盛り上げています。メーカーさんとはね、運命共同体ですね。手を取り合ってね、業界を盛り上げていって、お金を持ってる人持ってない人みんなもう平等でね、楽しこの時間を楽しめるというか、これが日本の文化だと思いますので、ぜひこれ世界に発信してね、